さらにもったがりがありとは、甘酢生姜のことであり、生姜の調味酢漬け。生姜を薄く切って甘酢漬けにしたものである。寿司屋で用いられる、業務用の商品などは、甘酢平切れくれない生姜などの名称で袋詰めして、販売されている。くれない生姜の薄切りと混同されることもあるが別の、ものである。塩蔵した生姜の根茎をスライスして脱塩し、それを調味酢で漬け込んだものである。 握り寿司などの添え物の一種である。歯触りの良い食感に、さっぱりとした辛味と甘酸っぱい味がする。魚の臭みを消してくれるので、寿司を一貫食べた後につまむと舌が新しくなって、次が美味しく食べられる。ガリを醤油につけ、それを寿司に乗せて食べるという寿司の食べ方は、一般的でない。新生姜で生するガリは特に色素を入れなくても、酢の作用でピンク色に色づく。 ひね生姜の場合はほとんど色づかない。しかし、商業上の理由から天然色素や人工着色料を使って色をつけて売られているものが多い。いわゆる白ガりはスライスした生姜をジアリ酸ナトリウムで下処理したものである。食感がガリガリするところから、あるいは生姜を刃物で薄く削る時にガリガリと音がするところからこの名がついた。いずれも醤油を紫。 酢飯を、シャリ、茶を上がりと呼ぶのと同じ視野の不調であるため、本来は客が使うべきではない言葉であるが、普通名詞として一般化している。生姜には殺菌効果はなく食中毒を防げないが、一部の大腸菌群に対し、食図による抗菌作用が期待できる。また、制御は体を冷やすが、生姜の辛味成分、ギンゲロールは、堅い、発汗作用があり、 体を温める効果がある。ありがとうございます。